はい、えー、おはようございます。延蔵です、えー。5月10日、えー、朝会かよろしくお願いします。ということで、まずはこれですね、まあ、ニューヨークも大きく落ちたということで、えー、653ドル安ということですが、昨日東京時間からあの日経平均700円とか落ちて、えーとまあ、ここの動きだったんですが、まずは中国の景気減速ですよね。で えーっとここにもあるんですが、まあ、中国がそうです、ね、あの上海市と北京市の感染を抑えるために行動規制が厳格されたということで、まあ、ここら辺も嫌気して中国が減速するのではないかという動きから、まあ、原因も昨日あの海外で落ちましたけど、まあ、そこがまずはあの東京市場からリスク資産が売り 浴びさられたっていうところかなという感じはしますこれあの、えー、ドル人民元で CNH っていうのは香港で取引されてるんでまああの外国人も自由に取引できる人民元なんですねまあこれ、えー、昨日人民元安ということで、えー、0.6.75 付近までで一時6.78付近まで行ったんですが6.7570付近で今推移しているということで、まあ、人民元の動きを見てみますとやはりあのロックダウンとかの経済減速ということで一時6 7 にあの3件とか、えー、非常に人民元高が続いたんですがここを4月以降は非常に急速になピッチで人民元安になってるんでまあ、ここら辺中国がかなり懸念されてるというところかと思います、まあ、長期的に見るとこんな感じですね人民元の動きってねえっ、ー、とここトランプさんとドンパチやってた時は6.7人あたりこう 人民元安になったんですがその後ずっと人民元高が続いて6.3ぐらいまでいったんですがその後は今上昇してきて一番高いところドル高人民元安が続いているというところです。はい、でまず昨日の動きなんですがアメリカの10年債利回りの動きを見ていきたいと思うんですが。 これがまずは、えー、こんな感じですね、これしワシなんで、えーまあ、1時間足ぐらいにしておきましょうか。昨日、アジア時間で、えー、アメリカの10年再利回り、一時3.2%ぐらいまで上昇しました。これをきっかけにして、えー、と株が落ちたわけなんですが、結果としては、あのー、ニューヨークが入ってくると、 債利回り3.03%ぐらいまでで低下したんですよね要はリスクオフの動きになって、えー、まずは債券が売られて債券利回りが上昇したことで株が売られたんですが株がすごい売られちゃうと今度は、えー、まあ あの安全資産ってわけじゃないんですけど、資金が、えー、と債券の方に逃げて、債券が買われて債券利回りが低下するということで、まあ、これ、典型的なリスクオフの時の動きですね。リスクオフの動きっていうのは株安、債券利回り低下。 最近ではドル高、ちょっと前までは円高だったんですけど、最近ではドル高になってますよね。で、ただ、昨日は、えー、久々に円高が復活して、円高の動きになりましたよね。うん、だから結局、最終的には、この債券が落ちていったというところです。で、昨日発言、まあ、イエレンさんが、金融システム安定してるよっていうことは言ってたんですが、ちょっとボラテリティ高くなったよね、でも金融資産も安定してるよね、ということを言ったんですが、あと、要人発言の中では、アトランティア 地区連議員のボスティック総裁がまあ、インフレ鎮静化を期待できる兆候が出てい,ているから7 0.75%の利上げは必要ないんじゃないかと0.5%何回でいいんじゃないかないっていうようなことを言ってますよねまあ、これは色々なところで、えー、供給も制約も、えー、と徐々に解消されてるし、えー、家計が高インフレに にもかかわらず質をそんなに、えー、抑えてるという感じではないというようなことを言ってました。一方で、えー、ミネアポリス地区連議のカシュカリ総裁この人も昔はかなりハト派だったんですけどえー、っと サブプライムチェーン、えー、サブプライム問題、あのサブプライムゃん、ね、サプライチェーン問題が改善しても、インフレの沈静化への寄与はそれほど期待できないと。で、物価が上昇していくし、えーえー、してもこう消費者の購買意欲が衰えていないことが一連の経済仕様から読み取れる。まあ、消費者の購買意欲が衰えていないということに関しては、えー、こちら、あのー あのー、ポパスティックさんと一緒なんですが、貸、ま、借、あ、さんの方はえっは、と、インフレ沈静化は難しいみたいなことを言ってますよね、まあ、あのフェドの中でもいろいろこういうふうにいろいろなことが、あのー、意見が違うっていうことがあります。ああと昨日そうです、ねえー、ニューヨーヨク連銀のの消費者、あのー のインフレサーベイっていうのがあるんですが、えー、コンシューマーエクスペクテーションっていうやつですね、まあ、インフレがやっぱりこう上がってるっていうところなんですよねこれは消費者が1年先のインフレ期待が、えー、6.3%これ直近では低下しましたよね。 ただ、3年先のインフレ期待は0.2%上昇して3.9%になったというところで、まあ、いずれにしても1年先のインフレは6.3%という高いレベルになったのかなという感じがします。あとはそうですね、あのうーん。 日経新聞なんかを見るとこんな感じですよね。あとまあその金利の上昇と中国懸念であの株を落ちましたよという話をしてますね。はいえー、とあとはこちらフェアグリードインデックスっていうのがあってまあ市場がどのぐらい そうですね、マーケットに対して弱気になってるか強気になってるかというセンチメント的なところなんですが、まあ、し,ばしばらくこのフェア、まあ、あのどちらかというと市場に懸念を持ってたんですが今エクストリームフェアの域に入ってきましたね、まあ、エクストリームフェア、まあ、かなりのところというところなんですがこれがまあ大体すごい暴落になってこのエクストリームフェアがもう限界値0近くまでいくと大体そこが。 そこら辺がそこっていう感じですよね。まあ、いくつかのこれはところから見てるみたいですね。モーメントマーケットのモーメンタもフェアだし。 ということで、えっと、あとはそうですね、えー、プットコールレシオあのオプションで、えー、プットの価格がやっぱり割高になってるっていうところも、マーケットがフェアに傾いてるところですよね。うんまあ、こういうところを見,見ると、そうですね、まだもう少し、その今、株価がそこですよとは言い,言い切れないんですけど、これがさらに下がる。もう 1一段、えー、と株が底をいくと一旦ちょっと底打ちの少なくともマーケットは今のところ結構弱気にかなり弱気に傾いているというところですよね。はいえーとまあ昨日のところではそんな感じですかねあとはそうですね,あそうですね株の動きですね。 き、まあえー、昨日の動きを見ますと、SP4000 割っちゃいましたね、4000ポイント、マイナス3.2%ダウン、で、えー、とダウが、えー、マイナス2%、ナスダックがマイナス4、えー、ラッセルが、えー、マイナス4%ということで、総じて、あのー、下落。 で原油も下落という、ことで昨日あのビットコインなんかも下落したんで、えー、まあ、アセット全部売れ相場になっちゃいましたよね。まあ、いわゆるリスクオフ、久々のリスクオフな感じでしたよね。まあ、株見ても、やっぱりテック株とか落ちてますよね、アップルも3%下落ということで、やはり成長株、この局面では非常に分が悪いというか、えっ、ー、と、かなり。 うん、売られてるところですかね、このアップルがの下落が結構足を引っ張ったところっていうのはあるのかなという感じで、昨日えっ、ー、とセクターで見ると、主要、うん、消費財のセクターを除いた全部は下落ということで、エネルギー関連も原油が下落したことによって、えー、下落した。えー ビックス指数も34.75%ということで、またちょっと35%、先週の高値ぐらいまで迫ってきてますね。一時、ね、あこれ、MBC のあと26%ぐらいまで下がってたんですが、ちょっと残念ながらというところかな、これこ,こが落ち着いてこないと30、30%以上あると株価安定っていう感じにはならないですね。軒、ま、並、あ、みエヌビディアも9%、ウーバー11%。 うん、まあ、ちょっと見るに耐えないかなという数字ですよね。で、えー、っと、まあ、昨日の動きそんなになってたんですが、えー、っと、ビットコインなんかも見ておきましょうか。えー、っと、こんな感じですね。400万円割れのところで396万ぐらいまでいったんですかね、うん。ここのところやっぱりビットコインも かなり、えっ、ー、と、500万円台から急落してますよね。うん。というところ。えっ、ー、と、あとは、えっ、ー、と、今日に関しては、そうですね。うん。あまり今日の指、指標がないんですよね。大きな。えっ、ー、と、ドイツ ZEW、まあ、景況感指数が、えっ、ー、と、ドイツとユーロ圏のが出るんですが、 えっと特段あとウォーラー理事の発言とか、えー、また今日貸しカルさんも話しますよね。 あと、メスターさんも今日話すということで、あと、ポスティック、ポステックさんも話すということで、ここら辺の用人発言、用人のコメントっていうのはちょっと注目。まあ、昨日はあまり関係なかった感じ、幼人の発言とあまり関係なかった感じもしますけどね。あとは、今日3年祭の、あの、まあ、明日の,あの深夜ですが、3年祭の入札があります。えーっと 今週に関しては、えっ、ー、と、トータルで1030億ドルの米国債の入札があるんで、まあ、ここら辺でどういうふうにあの利回りが決まるかっていうところと、あと、まあ、CPI 今週ありますんで、まあ、そこで債券利回りの動きっていうのが重要になってきますよね。で、今日3年債450億ドル、11日に10年債360億ドル、12日に30年債220億ドル、まあえー、と5月っ月 コータリーリファンディングって言って2581っていうのは、えー、と債券の発行でかいんで、まあ、そうすると需給的には債券が需給的には重くなるわけじゃないですか発行供給が増えるんでただ、えー、とこの 債券利回りがかなり上昇した、まあ、利回りが上昇したっていうことは債券価格が低下した下落してるってことなんですが、まあ、この局面で基幹投資家外国人投資家がどのように動いてくるのか、まあえー、とそ,のそこら辺の需要を見極めるのかなという感じですよね、うんあのー、例えばですねえー、っとうん まあこれなんか、米国債の先物なんですけど、やっぱり金利が下がるってことは、米国債の先物の,の価格は下がるってことですよね、き、まあ、昨日も債券価格が上昇したっていうことで、き昨日はっていうか、ここ2週間ぐらいずっと下がってきたんですが、昨日に関してはこう反発していったということで、債券利回り低下して、債券の価格が上昇したってことは、これ、お分かりいただけるかなと思います。1日の動き見てみましょうか。 えとこんんな感じだったんですよねあのまずはアジア時間で、えー、米国の長期金利が上昇して株が落ちたんだけど債券、えー、価格が落ちたんだけどその後債券利回り低下して債券価格が上昇していって高値圏で終了しましたよっていうとこです。まあ、要は債券の利回りと債券の価格っていうのは逆に動くというとこです。 でドル円もやっぱり円高になりましたよね。あの最初は、えー、とドル高になったんですが、その後、やっぱりあのー、ドルが全面高になったんですけど、ーユーロ、ポンド、オージー、まあ特にオセアニア通貨の下落が強かったんで、えー、クロス円が下落、まあドル円も下落したということで、まあ、ここら辺、ニューヨークしあのー、入ってきて、株価がドンと落ちたところで、ドル円も落ちたということで、昨日ただ130円の1号が、デイリーピポットのサポートの位置だったんで、そこは止まりましたよね。で 今、戻りが、えー、130円の60が今日のデイリーピポットなんで、そこが見事に止まって、今、ちょっと下落しているというところで、えー、サポート位が129円の85あたり。ですから、えー、と130円の60が えっと、天井になるようであると、まあ、130円割れから130円60、ここを抜けてくるともう一度131円なんですが、131円アッパーは輸出税の売りもいるようなんで、まあ、そう簡単にちょっと、もーんと抜けていくっていう感じではないかなということで、どちらかというと、まあ、株価次第で、株価の下落がまた続くとやっぱりちょっとドル高、円高になりやすいんで、ドル円の上値を抑えやすいんですけど、株がちょっと戻るようであれば、 あの少しドル円も130円の60超えると131円付近という感じになるかもしれません。はい、えー、ということで、ちょっとマーケットボラティリティ高いですけど、まあ、しっかりポジションのをコントロールしてね、こういう時こそみんなで乗り切りましょう。えー、この動画がければ、いいねボタンとチャンネル登録まだの方がいらっしゃれば、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。はいえー、ではいでまた